ムクドリはスズメメムクドリ科の鳥類の一種。英名は、ホワイト、チークとスターリング、または、グレースターリング。全長24センチメートルほどで、およそスズメとハトの中間ぐらいの大きさである。おハを加えるとヒヨドリより一回り小さい。翼と胸、首は、茶褐色で、首から頭部にかけてと腰に白い部分が混じり、足及びくちばしは黄色い。 オスは、胸や腹、背が黒っぽく、メスは褐色に近い。東アジアに分布する。日本国内ではほぼ全域に分布する流鳥で、北部のものは冬には南部に移動するようである。低地の平野や低山地にかけて広く生息し、都市部などの人家付近や田畑などでもよく見られる。雑食性で、植物の種子や果物、虫の幼虫などを好んで食べる。 地面に降りて歩いて虫などを探すこともあれば、木の枝に止まって柿などの熟した実をついばむ様子も観察される。ムクの好みを好んで食べるため、ムク鳥と呼ばれるようになったと言われているが、これに限らず幅広く食べている。繁殖期は、春から夏で、つがいで分散し、木のほらや、人家の軒先などの穴に巣を作る。 両親ともに子育てを行い、特に育数期には、両親が揃って出かけ、食料を探して仲良さそうに歩き回る様子が観察される。繁殖期は、素で寝るが、ひなが巣立つと、親子ともに集まって、群れを形成するようになり、夜は一箇所に集まって、ねぐを形成する。ねぐには10キロメートル以上の範囲から集まり、冬は、数万羽の大群となることもある。 かつては、河原の紅葉樹や、人家の竹藪に集まっていたが、そういった環境は開発で減少したため、都市部の街路樹などにねぐらを取る例も増えている。鳴き声は、ギャーギャー、ギュルギュル、ミチミチなど。かなりの音量であり、大量にムクドリが集まった場合には、パチンコ店内の音量と同じレベルに達する。都市部などでも群れをなして生活する。そのため、大量の糞による、 おせに被害や、鳴き声による、騒音被害が、社会問題化している。かねてより、本種と、銀ムクドりの交雑個体と考えられるものが、観察されていたが、2009年5月、高知県すくも市で本種のメスと、銀ムクドりのオスが交雑したことが報告された。作曲家のモーツァルトは、ムクドリをペットとして飼っていたというエピソードが残され、 彼の作曲したピアノ競争曲第十七番の第三楽章には、そのムクドリのさえずりをもとにした旋律が主題として用いられていると言われるが、これは別種星ムクドリについての逸話である。日本語のムクドリの語源は、軍牧長、軍来鳥から転じたとする説と、ムクの好みを好むからとする説が存在する。日本の方言では、木鳥、木、モズ、 クソモズ、モンズ、桜モズ、つぐみ、ヤマスズメ、ナンブスズメ、ツガルスズメなど様々に呼ばれている。秋田県の古い方言ではムクドリのことをモズ、モンズと呼んでいる。日本では文学の中にムクドリがしばしば登場する。ムクドリは冬の季語と定められている。江戸時代、江戸っ子は冬になったら集団で出稼ぎに。 江戸にやってくる王宇や信濃からの出稼ぎ者を、やかましい田舎者の集団という意味合いで、ムクドリと呼んで揶揄していた。廃人、小林一佐は、故郷信濃から江戸に向かう道中にその屈辱を受けて、ムクドリと人に呼ばれる、寒さかなという俳句を残している。明治時代には、森尾外が、日本イコール世界の中の田舎者という意味で、海外情報を伝える連載コラムに、 ムクドリ通信というタイトルをつけた。宮沢賢治の短編動画、鳥を取る柳に、モズとして登場する。千ほどの集団で一斉に木から飛び立つ様子が、描写された鳥が、標準和名のモズではなく本種であったと指摘されている。ムクドリは日本に広く生息しているため、野鳥観察において、大きさを表現するための物差し鳥として、利用されている。 またムクドリは、現在の日本では食用にはされていないが、大和本草には食用にされてきたことを伺わせる、味良しという記載がされている。ムクドリの群がるキムクドリはもともとは、農作物に害を及ぼす虫を食べる液長とされていた。平均的なムクドリの家族が1年間に捕食する、虫の数は100万匹以上と研究されている。 当時害虫を一匹駆除するのに一円かかると言われていたため、ムクドリ一家族で年間に100万円以上の利益を国家にもたらす農林町と称えられたほどである。その後、生息環境の破壊により都市に適応して大量に増殖すると、鳴き声による騒音や憤慨などがしばしば問題になる。日本国内では1994年からは首領町に指定されている。 農研機構では、鳥が天敵に捕まった時に発生する声を、鳥に危機行動を起こさせる、ディストレスコールとして用い、ムクドリやスズメを追い払う効果を試みている。2021年には、強力な LED ライトを当てることで効果を出している、自治体もあるが、他の地域に、ムクドリが移動するだけで、いたちごっこの状態が続いている。ありがとうございます。